お客様たちどうされましたか？すみません、急用を思い出しまして。お代は払いますので、今日はこのまま失礼させていただきます。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。にゃ、突然変異。こんばん、幽霊だ。ミステリー案内人です。ねえ案内人さん、私たちはもう死んでるってことは幽霊なの？はい、幽霊なのですが、未練があるので闇の世界にとどまっているんですよ。私って未練があるの？俺は金持ちになるまで成仏したくないぜ。今日は幽霊に関係する話をしてくれるのか？はい、今回はあの殺し屋一家がとある旅館に泊まったお話。それではどうぞ。ちょっと疲れたね。ああ、もう修行ばっかりやだよ。マジ同意。彼らは殺し屋一家、アルカラム一族の子供たち。将来優秀な殺し屋になるため、毎日修行ばかりで疲れているようです。今日もみんなは頑張っているね。あ、お父さん。頑張らざるを得ない状況を作っているのは父さんたちでしょう。修行強制。アルカラム一族に生まれた以上、命の危険はつきものだからね。あなたたちが殺されないために修行をして強くなるのは必須事項よ。わかってるよ母さん。だけど修行ばかりで僕たちも疲れてるんだ。ははは、やっぱり君の言う通り休息が必要みたいだね。休息？最近修行ばかりよく頑張ったわ。久々の休憩で家族旅行に行きましょう。家族旅行、やった！気分転換ができそうでいいね。こうして両親の提案でカカオたちは家族全員で旅行に行くことに。これでいいんでしょ？ああ、君は修行ばかりさせるからね。たまには家族の時間も大事だよ。確かにね。なんだかんだ私も楽しみだわ。ですがこの時、旅行先で修行よりも大変な思いをするとは誰も思ってもみなかったのです。温泉旅館来た！あら、なかなかに立派じゃない。高級旅館。予約サイトでも評価が良かったわ。うふふ、それは楽しみだね。さあ、今日はもう夜遅いし、ご飯を食べて温泉だよ。観光は明日だ。わーい！カカオたちは早速、温泉が有名な町にある温泉旅館に来ていました。その日は遅くに着いたため、旅館でゆったりと過ごすようです。ようこそおいでくださいました。ひー！不気味な人だね。美人だけどね。予約していたシュガーアルカラムです。お部屋へどうぞ。キキカイカイ。ビタ、大丈夫だよ。確かに嫌なオーラは感じるけどね。シュクレは旅館で出迎えてくれた若おかみだけでなく、その旅館自体にも何か嫌なオーラを感じていました。こちらがお部屋でございます。わあ、広い。いい部屋だね。期待向上。これは温泉も期待ができる。楽しみだわ。先にご飯をいただきましょうか。ですが部屋はすごく素敵だったため、最初に抱いた警戒心も徐々に溶けていったのです。それでは懐石料理をお楽しみくださいませ。わあ、美味しそうだにゃ。本当ね、どれも豪華だわ。期待超越。少しだけ嫌な予感がしていたけど、よかったわね。チョコもあって嬉しいよ。さあ、今日は慰安旅行だよ。いただきます。いただきます。そして豪華な料理にテンションが上がり、楽しい慰安旅行になると思ったカカオたち。にゃ、私のエビフライが消えた。自分で食べたことを忘れてるだけじゃないの？うふふ、ガーナならありえそうだね。違うよ、まだエビフライ食べてなかったし、今目の前で消えたの。もしかしてビタお兄ちゃんが透明化の力で奪った？無罪冤罪。ビターはずっと私の隣にいたわよ。ガーナの勘違いじゃないかい？
そんな、絶対なくなったんだもん。おかずが消えたことを誰にも信じてもらえなかったガーナでしたが、家族はこれを信じざるを得なくなります。あれ、いつの間にか私の刺身がなくなってる。私のお米も消えたわ。甘味消失。僕と兄さんのチョコも消えたよ。僕のお味噌汁も消えているね。これはどういうことだ？なんと家族全員のご飯の中からそれぞれ一品ずつ突然消えたのです。一体何が起きてるのかしら。奇想天外。この旅館に来た時に何か嫌な予感はしたけどね。もしかしたら幽霊でもいるんじゃないかい？それは気味悪いわ。でもおかずが一品消えただけだし気にする必要はないわ。ここの温泉有名なんだもんね。普通に早く入りたい。想定外の出来事にも冷静に対処するのが殺し屋。食後は温泉に入ろう。仕方ないわね。温泉入浴。殺し屋で感覚が普通の人と違うからか、あまり怖がることもなくご飯を食べ続けたカカオたち。はあ、ご飯美味しかったにゃー。満腹最高。さ、今から温泉だね。疲れをゆっくりと取りたいわ。そうね、男女で分かれて入るから後で卓球場に集合よ。卓球対決も楽しみだね。じゃあまた後で。この時のカカオたちはおかずが一品消えた怪奇現象のことも忘れていました。この後にさらに大変なことになるとも知らずに。みんなしっかりと体を洗うんだよ。わかってるよ父さん。貸し切り最高。そうだね、他にお客さんはいないみたいだ。男風呂では男性陣が仲良く並んで体を洗っていました。他にお客さんもおらず、親子水入らずで楽しく会話もできているようです。カカオ、父さんたちは先に温泉に浸かっているからね。了解、僕も後で行くよ。さっきからシャンプーがなかなか落ちないな。そんな時、カカオはどれだけ頭にシャワーをかけても泡が落ちないことに違和感を覚えました。なるほど、兄さんが透明になって僕の頭にひたすらシャンプーをかけているんだな。兄さん、そこにいるね。え？僕たちを見つけてよ。うわー！振り返ると血だらけの少年がいて、カカオは驚いて悲鳴を上げてしまったのでした。にゃー、気持ちいいにゃー。たまにはこういうのもいいわね。修行でたまった疲れを取りましょう。一方その頃、女風呂では女性陣がゆっくりと温泉に浸かっていました。そういえば貸し切りだね。確かに他のお客さんを見てないわ。閑散期だからかもね。ゆったりできて最高だわ。そうだね。で、ん？そんな時ガーナは温泉の中で何かが足に当たったような感じがしたのです。ガーナどうしたの？今この温泉の中に何かあったような気が。木の枝でも落ちてるんじゃない？露天風呂だし。そうかな。で、これはなんだにゃん？赤色。この匂いは血。そして突然彼女たちが使っていた温泉が赤色に染まっていったのです。私たちを殺した奴に復讐して。にゃー！何これ。いいから早く逃げるわよ。待って。温泉の中から血だらけの少女が出てきて驚いた3人はすぐに温泉から逃げることに。あなたたち何をしているの？この旅館には幽霊がいて呪われている。早く出よう。やっぱりね、私たちも幽霊を見たわ。血だらけの女の子だったにゃ。なんだって？僕たちは血だらけの男の子の幽霊を見たよ。幽霊2体。とにかく気味が悪いし出ましょう。家族全員が合流し、すぐに荷物をまとめて旅館を出ようとしたカカオたち。あら、お客様たちどうされましたか？すみません、急用を思い出しまして。お代は払いますので、
今日はこのまま失礼させていただきます。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。にゃ、突然変異。あの子たちのお願いを聞いてあげて。うわー、若おかみにも事情を伝えたカカオたちでしたが、彼女も血だらけになって襲ってきたのです。外に出られないにゃ。閉じ込められてるってこと。呪われた旅館に来てしまったようだね。あの子たちのお願いを聞いてあげて。来たにゃ。子供幽霊、僕たちを見つけてよ。私たちを殺した奴に復讐して。こっちだ。こうして理由もわからず血だらけの幽霊3体から追われ続けたカカオたち。この旅館どうなってるのよ。まるで呪われた迷路ね。出口が全然見つからない。もう帰りたいよ。お父さん何とかして。と言われても僕たちは殺し屋だからね。幽霊相手となると難しい。僕たち無能だけど、あの幽霊を追い払わないと帰れなそうだね。カカオたちは出口が全然見つからず旅館の端の方に隠れていました。待てよ、あの幽霊たちはずっと何かを言ってなかったかい。確かに女の子は私たちを殺した奴に復讐してって言ってたよ。男の子は僕たちを見つけてって言ってたね。若おかみはあの子たちのお願いを聞いてあげてって言っていたわ。ってことは次男メイソー。逃げないで。見つかったわ。復讐して。ひー、僕たちを見つけて。カカオが解決策を考えていた時、また3体の幽霊が現れて追い詰められてしまったのです。ナムアミダ仏、ビターが怖がって六字熟語を言っちゃってるよ。これはまずい状況ね。私は死にたくないにゃ。そしてそのままカカオたちが幽霊たちに襲われてしまうという時でした。僕たちが君たちの遺体も探すし復讐もするよ。はにゃ。カカオ何を言ってるの。カカオが幽霊たちに向かって説得を始めたのです。この幽霊たちは僕たちを襲ってるんじゃない。僕たちにお願いを聞いてほしいだけなんだろ。そうなの。僕たちを見つけて復讐して。なるほど、この人たちは誰かに殺されたってことか。マジ理解。僕たちは殺し屋だ。君たちを殺した犯人に復讐もできるし遺体を探す手伝いもできる。本当？確かにやろうと思えば簡単よ。報酬はこの旅館から出してくれること。そうしたら君たちの願いを聞くよ。ならついてきて。私たちは埋まっているの。案内しようとしてるにゃ。よし行こう。こうしてカカオたちはそのまま幽霊たちが進む方向についていくことに。ここだよ。私たちはここに埋められているの。旅館の裏庭か。よし、フォロー。旅行に来たのに私たちは何をしているんだか。仕方ないでしょ、この旅館に閉じ込められているんだもの。この人たちと知り合ったのも何かの縁だしね。死体発掘やってやるにゃ。お願いします。そしてカカオたちは案内された場所の地面をそのまま掘り進めました。何これ、これはすごいね。予想以上だ。するとなんと地中から3体の人骨や大量の遺品が発見されたのです。10年越しに出られた。10年も見つけられなかったのね。ありがとう。これで見つけたわ。私たちをここから出してちょうだい。復讐もしてほしい。ここを出たら君たちを殺した犯人を見つけて始末するよ。それでいいだろう。わかった、ありがとう。なんだにゃ。視界皆無、何も見えない。その瞬間眩しい光に包まれてカカオたちは全員目を閉じてしまいました。これは一体何が起きたの。面白いね。そして気がつくとカカオたち以外は誰もおらず、
旅館の存在自体も消えていたのです。目の前に残っているのは掘り起こした3体の人骨と遺品だけでした。お主ら、こんなところで何をしておるんじゃ。誰だにゃ。わしはこの土地の管理人じゃ。すみません、僕たちはここにあった旅館に来たものでして。何を言っておるんじゃ。ここにあった旅館は10年前に潰れておる。マジ驚愕。そのおじいさん曰く、そこにあった温泉旅館は若おかみが一人で経営をしていたようでした。そして突然その若おかみと子供たち二人が行方不明になったことで、その旅館も閉鎖してしまったというのです。そんな事情があったとはね。でも私たちはご飯も食べたし、温泉にも入ったわ。きっと幻覚だったのよ。こうして全てが幻覚だったと信じざるを得なくなったカカオたち。て、それは何じゃ。人骨？これはまずいね。私たちが疑われるにゃ。お主ら、怪しいの。とにかく警察を呼ぶぞ。早く行くわよ。了解。早急退散。警察を呼ばれるとまずいと思ったカカオたちはすぐにその場を後にしたのでした。はあ、いろいろと疲れたね。疲労困憊。せっかくの旅行だったのに。あの旅館を予約したサイトも消えてるわ。何だったのかしら。きっと彼らが助けを求めて僕たちをあそこに呼び寄せたんだろうね。なるほどね。でも僕たちにはまだ彼らを殺した犯人を始末する仕事がある。それは今ショコラが調べてくれているわ。実はカカオたちはあの幽霊たちから犯人の名前や情報を聞いていました。そこであの幽霊のお願いを叶えるためにショコラがその犯人について調べていたのです。犯人の居場所が分かった。こいつのパソコンデータもハッキングで見たけど、犯行計画書もあったし間違いないわ。なら行くしかないね。さあみんな準備して。はい。そしてカカオたちはまた家族全員である場所へと向かったのでした。カカオたちが行った温泉旅館は幻のものだったのね。きっとあの親子三人の思いがカカオたちを引き寄せたんだろうな。でしょうね。ですが殺し屋一家全員が騙されるとは驚きでした。シュクレは最初に嫌な予感がしていたけどね。まあ無事に帰れたのならよかったぜ。で最後カカオたちはどこに行ったんだ。それはこの後のおまけで確認してください。そういえば気になっていたんだけど、私ってどんな未練があるの。それは案内人になりたいって言ってなかったっけ。あー、もしかしてそれのこと。あとは単純に私のことが好きで離れたくないみたいですね。それはわかるわ。それならずっと闇の世界でさまよってろよ。私を幽霊みたいに言わないでよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。お前ら、何なんだよ。10年前、とある温泉旅館の若おかみとその子供2人が突然行方不明になった。え？そしてそのままその温泉旅館は廃業した。ちょっと待て。廃棄したのは遺産を相続した若おかみの兄が全てを売ったからだね。そして彼女たち3人の遺体が最近あの場所で発掘された。嘘だろ。マジ事実。遺産目当てであの3人を殺したのは若おかみの兄である君だね。だったらなんだよ。証拠がねえだろ。発掘された遺体が身につけていた遺品からあなたの指紋が出たんだにゃ。はあ、それにあの3人から犯人はあなたって直接聞いたしね。僕たちのせっかくの慰安旅行は君によって台無しにされた。覚悟はできてるよね。やめろよ。なんだよ。うわー。